始める前にまずはダメな見本からちょっと見せていきたいなと思います。皆さんはこの塗り方あまり真似されないようにしてくださいね。まず肌だと思って、わかりますかね、こういう感じの塗り方をされる子が多いです。あ、ちょっと大きめに描きましょうかね。大きめに描くとこんな感じで塗られる方が多いです。でよくあるかと思うんですが、この折り返し地点でこの点々点ってなってる、これができてしまったり、あと肌の中心がこのように白く塗りムラが入ってしまったりと、こういう人が多いです。でこっちも裏白い紙なのでちょっとよくわかると思うんですが、こちらの見本と見比べてもらうと、こっちははっきりと肌が濡れてるのに対して、こっちはちょっと白く塗りもやができてしまいます。なので今から塗りムラができない塗り方を説明していきたいと思います。